はい、ムツでーす。よろしくお願いしまーす。そしたら、続きをやっていきたいと思います。次は、ルーレット小僧ですね。マップじゃないな。魂。一番下の列に、いる、ルーレット小僧。を攻略しに、行きたいと思います。前に、地下室でリモコンを、リモコンじゃないや、サイコロを手に入れて、これを持っていれば、相手にしてくれるみたいなんで、ちょっと、行ってみたいと思います。地下1階にいますね。中庭から行こうかな。だいぶ、魂の瓶を、手に入れて、すごく危ない状態なんですが、足が速くなるアイテムがあるので、まあ、そんなにいっぱいは持ってないんですけど、ちょっと待って、見つかったら追っかけてくるな。え？早速。キャッコキャッコ。早速、一般したので、はい。よだれを垂らしてますけど。いいもの持ってるね。それ、僕の最高なんだ。いや、名前書いてませんけど。え？グレゴリーさん。このゲームについて聞く。はい、教えてください。スゴロクのルールを説明するね。ルーレットを回して、相手より先にゴールへ行けば OK。バイバーイ。相手がゴールしたり、MG が、丸に、なっちゃうと負けになるよ。MG とは、プレゼントだよ。アイテムポールをくぐると、ここだけで使えるアイテムをプレゼント。やったね。白いマスに止まっても、運が良ければ、アイテムをご褒美にあげるから。アイテムはルーレットを回す前に使ってね。3回まで持てるから何を持つかよく考えてね。もう一度聞きません。回して。どっちが先かルーレットを決めるよ。早く回して。はい。もう一回押せと。もう一回？悪くないんじゃないですか？いいよ。はい。35マス？ゴールから35マス。相手の状態。ちょっと待って。ルーレットを回す、グリーンハーブ。アイテム。さっき言ってたやつね。相手の状
あ、なんか表示してる。あ、なるほど。マップを見る。ちょっとマップ見て。35マス。あー、結構固まってんな。ルールの確認。マス目の説明。スゴロクのマス目を説明するね。緑色は、回復。緑が回復。赤が、10トン重りが落ちてきて1回休み。黄色は、爆発して吹っ飛んじゃうよ。爆風で前後にいる人も一コマ吹っ飛ぶよ。緑色はスタートマスまで戻っちゃうからね。青マスはもう一回ルーレットを混ぜるよ。白色はルーレットの出た目で何かが起きるよ。おや。黒色は10トン、相手に10、黒色は10、相手に10トン重りがついちゃう。アイテム説明。グリーンハーブ、アールハーブティー、リバースカード。相手は逆向きにしか進めないよ。そしたら逆走できる、あ、リバースが逆走ですね。チェンジカードを使うと相手の10の1をチェンジ。そのターンは終了だよ。ダブルアップカード。ルーレットの出た目の2倍積むよ。ダブルダウンカードを、ルーレットの出た目が半分にある。ブレイクカード。相手のアイテムを壊しちゃう。スティールカード。相手のアイテムを奪い取る。イベント説明。白いマスを踏むといろいろなことが起きるよ。爆発したり、透明になったり。何が起きるかは、実際にやってみてのお楽しみ。わかりました。あ、ギブアップもできると。いや、ここは、ちょっと、やってみたいと思います。とりあえず、ゴールまで先に進めれば。4コマ進んで、4コマ進んで。結構長丁場に。セーフでございます。ああ、まあダメージ負ってないんですけど。同じかな。セーフでございます。ハーブ1個。あ、お互いハーブ持ってんのか。これはもう運ですね。これ3コマ進んで、3コマ進んで。いやー、どうしようもないな。早く回して。まあ、なんだかんだ言って、まあ、生きていれば、先に7マスか。7コマ進んで、7コマ進んで。おかしいでしょ。プレゼントだよ。今通っただけでもらった。待て。今の重しは？遅くなる？何のための重し？リバースカード。
効果がなかったらどういうこと？早く回して。それいや、おかしい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 。負けるな。いや、負けるなって言ったらダメ。あれ、重しはついてる。どうしよっかな。アイテム、リバースカード。リバースカードちょっと使うか。オッケーオッケー。アイテム使ってからも、使った後からでも、いけますね。おかしいおかしいおかしい。2コマ進んで、2コマ進んで。次、回復使うか。いやさ、そんなに、そんなにあれだよ。いや、おかしいおかしいおかしい。バイバーイ。プレゼントだよ。ノーノー。はい、ぺったんこ。あ、なるほど。はいはいはい。まあ、とりあえず回復して、早く回して。さっきの10トン重しが、1コマ進んで、8でしょ。ちょっと大きい声出る。セーフでございます。ああ、回復。OKOK。ちょっとアイテムないから、アイテムマス通りたいな。8マスでもいいんですよね。回復が邪魔。もう OKOK。相手の人分とがなくなっても、こっちが生きてれば先に勝ちってことになるんですかね。3コマ進んで、3コマ進んで。プレゼントだよ。ノーノー。で、結構ダメージ受けてるよ。ちょっと待て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 。回復。回復が先。あ、OK、全回復。早く回して。8、とりあえず大きい目。まあいいでしょう。5コマ進んで、5コマ進んで。プレゼントだよ。スティールカード。何も起こりませんが。どういうこと？なんで？早く回して。いや、同じカードじゃないの今の。1でしょ。8コマ進んで、8コマ進んで。いやいや、おかしいおかしいおかしい。今の目、絶対1だって。おかしいよ。それなりの、ノーノー。回
体が持たんわい。肩？なるほど。キャッホキャッホ。今度から地下のルーレット場に来れば、いつでもルーレットさせてあげるよ。でも、準備をするから、もう少し待っててね。ルーレットに勝ったら、いろんな商品がもらえるから頑張ってね。マジで。そのサイコロは遊んでくれたお礼に君にあげる。大事に。肩回してね。了解。疲労が溜まってる。ちょっと魂見て、おう。帰り道は？どうしよっかな。あ、下に降りれるな。ちょっと待って、その前に。2階。あー、マジか。どうにか頑張って脱出するか。こっちは人に会わずに行けないのか。どうしよう。あ、そうか、1回か。なるほど。目薬と、あ、マジか。こっから行けるな。ちょっと待っとくか。急げ急げ。
はい、なんとか、無事に部屋に戻ってきました。自分の部屋に戻ってきさえすれば、安全地帯なんで、魂、三つ分、死神さんに渡したいと思います。いやーこれご褒美もらえますよ。断ち切ったろか、その思い断ち切ったろか。アンさん、魂手に入れたんか。久しぶりです、死神さん。宝三つを持ってきてくれたんか。もちろん預かっておきますぜ。はい。オーケー。今まで一個ずつしか渡す、してなかったんで、三つ一遍だったらこんな感じですね。ハンコを押すと。アンさん、どっか俺にとっちゃいますか。ほんなら、ついでに直しておきますね。ありがとうございます。ほれ、そんな、こんな言っとるうちに。さあ、他にも魂を持っとる奴が来たようですぜ。はい、一体誰でしょうか。ほな、頑張ってなー。第4話、道の行方。あれ、魂じゃない？グレゴリー。グレゴリーママ。ロー、ママ。さあ、白状し、私の魂をどこにやったんだい。めっちゃ叩かれてる。お許しください、ママ、実は。なんだって。どうしました？魂を客どもに取られたっていうのかい。ロー、お許しください。ほんのちょっと目を離した隙に。言い訳なんぞ聞きたくないよ。してないで、さっさと回収しにおゆき。全く食えないババア。なんか言っとく。必ず取り返してまいりますとも、ママ。ごらん、グレゴリー、この魂は私の若さと美貌の秘訣。一つたりとも逃すわけにはいかないんだよ。こうして毎日ママのご機嫌を取るのも楽じゃないわい。そもそもあの客のせいで叱られっぱなしだわい。誰？いや、俺じゃないよね。しかしまあ、もうすぐママの餌食になるのは目に見えていますが、俺じゃないよね。グレゴリーさん笑えますね。黒クマスター、タイムイズマイさん。エンジェルドッグ。今回だけよ。すっきりした目覚め。すっきりした目覚めだ。なんだか希望が湧いてきた。ちょっと声の主が。
ちょっと待って。暗闇。暗闇が、改善されてません。目薬持ってたっけ？頭痛薬。頭痛薬と鎮静剤。ないなぁ。どうしよっかな。とりあえず、持っとくか。とりあえず、魂飲んで、マイさんと、デビルベンジェルドッグ。デビルさんは出てきてませんよね。この辺にしようかな。ということで、この辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また見てくれたら嬉しいです。はい。